はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今回はこちらの商品を使って抗原検査キットですね。こちらを使いまして、コロナウイルス陽性陰性の検査をしてみたいなと思います。実はですね、本日ですね、この後函館の方でタップダンスのワークショップをさせてもらうことになってます。やはりね、どこかに行くっていうことに対しては何かしらの検査、安全を担保してからやっぱ伺いたいなと思ってますので、こちらちょっと初めてなんですけどね、いろいろやり方も説明しつつ、検査をしてみたいなと思います。まずですね、封を切ります。そうすると中身にですね、こういったものと説明書、そして、こういったものに今出てきます。でこれがこういったものですね。で説明書をですね、読みますとですね、まず、ここのね、綿の部分で口ですね、約2分ぐらい、唾液を含ませます。その後こちらの方にガチャッとやって15分ぐらいで、検査の結果が出るそうです。検査結果としてはね、ここにちょっと陽性陰性の判定があります。これを見て、あくまでも目安ということになると思うんですが、ここでね、でも陽性ということなのでね、それこそ命なので一応目安としてやって、そして函館の方に伺いたいなと思いますし、また皆さんこういうね、検査キットのやり方としてもね、また今回のね、この動画を見ていただけたらなと思います。ではやってみましょう。ちょっとドキドキしますね。はい、まず消毒をして万全の体制、少しですねきれいにしてから、かけます。これですね、このところ口に含ませます。しっかりと唾液を染み込ませるって書いてあります。はい、2分経ちました。結構これ自体がローラーになってて、こうやってベロの中で結構動くので、まんべんなくこうね、採取という唾液をね、取ることができるなと思います。白い色がちょっとね、黄色くなっちゃいました。じゃあこれを早速この中に入れてみたいと思います。ここは検査でいうところ、こっちに切れますね。よいしょ。あ、なんかね、結構ね、強いです。突き破る感じですね。そうすると下の液に混ざって、今なんか下から液が溢れ出てきた感じで。なんですね、これで、15分待つそうです。ちょっと待ってみましょう。なんか見えますかね、赤い線が結構上まで上がってきてますね。上まで上がってるってどうなんでしょうね。なんか上下2本線があって、2本ともあと線が入ると陽性で、上だけ入ると陰性で、下だけ入ると無効ということで、失敗しちゃったのかなっていうことになると思いますね。結構それなりするのになんか失敗しちゃうのもちょっと辛いですね。はい、見ますかね、赤い線がなんか上の方まで来てますね。なんかこれで調べてのかな。この後ちょっと様子を見ましょう。なんかちょっと出てきましたね。赤い線が上まで行った後に見えますか？ちょっと上ですよね。これ上であってほしいんですけど、上の方になんか赤い濃い線が出てきましたね。ちょっとまたもうちょっとしばらく見てみましょう。今ですね、まだ開始からほんと 2,3 分なんです。まだ 2,3 分なんですけど、もう今見えますかね、なんか赤い線が一旦全部白い部分を真っ赤になってから、上の方に横棒が出てきましたね。赤い線、これは今陰性ですね。陰性ということで、出てます。なんで僕の、下にはコロナウイルスがないっていう判定だと思います。15分待たなくてもいいのかな。なんか結構さっき赤いのがビーって濃く結構出たんですけど、それが薄くなって今度線だけ出るっていうような順番みたいですね。これいう流れなんですかね。僕ちょっと今日初めてなんですけど、あ、上だけでよかった。このままでいいのかな。もうちょっと待ちましょう。まだね5分も経ってないです。まだ本当に 3,4 分しか経ってないんですけど、うん、結構早く現れるのかなと思います。はい、もうしばらく待ちましょう。ただいま、5分経過しました。先ほどですね 3,4 分になった時よりもやっぱりね、最初のこう全体の赤が薄くなってよりね見やすく、横の棒ですね、この場合上の棒なんで陰性の証明として、濃く出てます。なので、これで、この検査としては陰性ということになったのかなと思います。もちろんねこれが全て絶対ではないので、マスクとかね、もちろん感染症対策予防はたくさんしながらいきたいと思いますが、まあ、ちょっとひとまずね少し安心したかなっていうところはあります。15分待たなくても結構検査早く出ましたね。はい、このまままあちょっと置いといてみますけど、これ変化が出てまたねもう10分したらまた逆になっちゃうとかっていうことはないと思うんですが、一応、僕初めてやったんですが、大体もう口にですね入れて、なんかローラーみたいになってるのでぐる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 回してちょっと飴を舐めるみたいにね、まあ、唾液を含ませるということなんで舐めて約2分ぐらいやった後にちょっとこう下にね液があるところに押し込んで、ちょっとね一気にここ最初ねもう真っ赤になってちょっとびっくりしたんですけど、まずいなと思ったんですけど、真っ赤になって上まで行った後にちょっと判定としてその全体の赤いのが薄くなって、でそこでまたこう上か下かの線が横の線が出るのかなと思います。で今回は、陰性ということでした。よかったです。これで少しですけどね安心して函館に行きたいと思います。まあ今回はねこちらの抗原検査キットというかね、この抗原検査ペンというのを使ってやりました。もしねこういうことをやられる方が今後いましたら、是非参考にしていただきたいなと思います。はい。